皆さんこんにちは、こないゼロのロバートです。伊崎です。よろしくお願いします。今日はですね、はい、ベルギービールウィークエンドに来ています。早速夏のかけらビール探していきます。ベルギービール11種類タイプあるって、すごいめっちゃ悪くない？どれにする？これは悩むね。ね、フルーツビール気になるんだよね。あ、マジで？うん。じゃあ俺ホワイトビールとか。え、ゴールデンエールじゃない？ゴールデンエールじゃない。アルコール度数めっちゃ高いらしい。やばすぎやばすぎ。高いか。なんか全部気になるけど。うん。ジャブでホワイトビール。あー、そうね、ジャブでホワイトビールいい、ありありちゃんと行ってからから何行く？でも最後はやっぱゴールデンエールしてるでしょ。いい、ラストね。ラストでゴールデンエール。ラスト、そうね。レッドビールが気になるね。赤いのかな。じゃん。でもさ、ベルギービールめっちゃ色んなんじゃん。赤も普通のビールの黄色っぽいやつも黒っぽいやつもあるし、なんかフルーツ系のビールとかが気になるね。フルーツの味するのかな、ね、はい、こちらはですね、グラスリンサーといいまして、グラスを洗う機械だそうですね。約3秒でグラスがピッカピカになるらしい。え、これ押し込むの？おー、すげー、めっちゃ綺麗。すげー。俺もやっていいのか。おい便利だね。え、家に欲しいね。綺麗になりました。イエーイ。僕はですね、ホワイトビールのバッツとホワイトっていうのを選びました。はい、僕はですね、トリプルダンベル、トリプルダンベルズにしました。ダブルかトリプルか忘れちゃった。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。色味がちょっとこっちの方が濃いんですよね。そうですね。度数 8% で、そっちは 5%。 5% か。これ水曜日限定なんだけど、なんか数量限定みたいなやつもあるんで、よかったら早速いきます。乾杯。あー、すげえ。世界で一番うめえ。世界で一番トリプルダンベルってなんかちょっと甘いよ。あ、甘い。こっち飲みやすいよ。そう、すっきりして美味しい。甘い、確かに。めっちゃスッキリしてない？そう、スッキリしてるね。ちょっと大人な感じする。する？え、これなんかめっちゃ飲みやすくない？全然マジで強い。マジで強いやな。ちょうどいい。なんか甘めなんだけど、結構味濃いめかな、こっちよりは。これ最初の一杯ね。これ2杯目ならおすすめです。1杯目こっちからの、2杯目こっちのすそうだ。カラフル。いただきます。うん、やっぱり一番うまい。うわ、ま、マジでうまい。めっちゃうまい。そう、めっちゃカリカリやない？めっちゃカリカリカリ、中はもちって感じ。僕カリカリのやつ好きなんですよね。そう、想像わかるね。好き。これ何本でめぐちゃうの？ね、やばいね。今な、今何も味付けてないんですけど、普通にこれ塩かかってるんですけど、このまんまでもいきますよ、マジで。マヨネーズ、マジマヨネーズ。
開けやすい。マヨネーズ。マヨネーズ量も量なんだけど。調子に乗って、マッターとか言い過ぎた。マヨネーズ量もない。マヨネーズと合う。ほんとだ。世界一番は、ドライフローってさ、20何曲くらい出したけどさ、その中でさ、夏のかけらってさ、なんか飛び抜けて可愛いじゃん。そうね。ね。振り付けもそうだけど、その曲調とかも、みんな嫌いな人絶対いない。うん。絶対愛される曲になる。なんか、夏といえば夏のかけらだよねっていうくらい代表する曲に。で、なんか歌詞も、すごい、なんか、夏のかけらっていう曲名なんですけど、本当に夏のその思い出だったりとかを、すごい、こう、イメージした歌詞になってて、ぜひ聴いてもらえればわかると思うんですけど、結構、なんだろう。ずっと忘れない君と過ごした夏のかけら胸にしまってっていう歌詞があるんですけど、みたいな結構思い出だったりを結構一緒に共有できるような歌詞になってたりとか、と思いきや振り付けサビなんですけどね、振り付けとかはなんかこういうお酒を持つ、お酒を一緒に飲んでみんなで盛り上がろうっていうその振り付けにもなってるんで、ポジティブな曲だよね。そう、前向きな曲になっていて、なんか夏が絶対楽しくなるような曲になってるので、ぜひ勉強してほしいです。ある意味夏の応援ソングっていうか、一緒にこの曲聴いて、その流した上で、なんかそれぞれみんながそれぞれ心の中で夏のかけらを2019年作ってほしいなっていう曲になってます。なってます。はい。すごい。イエーイ。よいしょ。よいしょ。アイフォンはなしです。アイフォンはなしです。すごーい。座る、すごい。めっちゃ広い。めっちゃ広い。すげえ。めちゃくちゃいい。おしゃれ。ね。いいね。さあ、友達と、何 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。10人入れるで。すげえ。確かにメンバー全員入れるわ。今次入ったかもしれない。しかもちゃんと虫除けみたいにこうやって網戸もあるしさ。ね。いいね。あっちのテントも良かったけど、こっちもさ、なんかすごい好み的にこっちが好きだ。ああね、ゆったりできるしね。なんか周りの視線あんまし気にしたくない。個室って感じする、室って感じ。気持ちいい。いいね、ここ。食べる？仕方ねえな。はい。あーん。食べる？あーん。あげません。それでは、夏のかけらビールを発表したいと思います。イエーイ！お願いします。はい、名前は？レジアカシス&ミントです。はい、こちらでーす。このカシス&ミントなんですけど、最初甘さが来るんですよ。でも甘すぎず、このミント感ですごい鼻から抜けるこの空気感だったり、あとキレだったり酸味がめっちゃいいっす。これが夏のかけらビール決定しました。ぜひ皆さん飲んでみてください。おすすめです。僕らのはい、ご来店したロバートのおすすめのビールはエルフの森のビールです。いただきまーす。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しい。はいはい、はい、ビールの苦味モザイクココシア、これ僕のおすすめでーす。サミヤさん2019限定ですよ。じゃあ絶対。ありがとうございます。はい、そして僕が選んだのはこのプルセンドンクグランドホップ2019が僕の一番のおすすめでーす。あ、分かりました。そうすると何か、いや本当におすすめ。このね、キレとちょっと甘みのあるちょっとフルーティーな感じがあるんですよ。なんですけどキレとちょっと苦みがある感じの、すごい美味しい。本当におすすめです。これはい、皆さん、今日はですねベルギーウィークエンドのレポートをさせていただきました。
本当に今日はたくさんのビールを飲ませていただきまして、自分の好きなビールを発見することができたので、とても楽しかったです。はい、僕も同じくいっぱい飲んだんですけど、やっぱ僕の一番好きなビールもやっぱ見つけられて、そして何よりこの場所ですよね。なんかすごいこう開けた場所でこう一人でにビールを飲めるみたいな最高のイベントです。はい、はい、皆さんぜひここに来てビールをたくさん飲んでください。それじゃあまたなー。